はようございます。第39回目の国政報告会、7月の定例会で今日は気が回らなければ政策も生きてこない、一歩先を読んで政策を立案していく大切さ、しかしながら政局は混迷を極め、野党のこの政局中心主義にどう対峙していくのか、世界の経済の現状等々から1時間今日は話をさせていただきました。